皆さんこんこにちは田中雅ですで前回前々回に続いて小脳の,あの働きについて説明していきたいと思います。で前回は小脳の働きの中でも予測的なフフィードフォワードドォワ制御についててお話しししきました私たちは今までの経験から、まあ、こういうふうに筋肉だったり関節を動かすとこういう運動が実現されるでそして最終的にこういう結果を得られるっていうそういった経験をたくさんすることによって小脳に 何らかのモデルを持っているでその環境だったり身体あるいは道具といったモデルについて生野、まあ、が持っているので、まあ、外界からの感覚フィードバックだけではなくてその予測的なモデルの情報を使って例えば手をスッと伸ばすとか物をつかむっていったことが自然とできているでその上でその時々の、まあ、理想の状態と違う誤差っていうのを利用しながら感覚フィードバックを を使いながらフィードバック制御をしてそしてそのフィードフォワード制御とフィードバック制御を合わせることによって理想的な運動を、まあ、無意識に行うことができているっていうそういう話をしてきました。で今回はそのフィードフォワード制御にもすごく重要な役割を持っている、まあ、内部モデルということについてお話ししていきます。まあ、内部モデルとといいうこ自自自体体はは私たたちがま自分自身の体だったりあるいは 日頃使っている道具であるとかあるいは環境といったまあ、いろんなものに対してその道具の特性あるいは対象の特性をまあ、関数として持っているその神経基盤のことなんですね実際に小脳にそういった神経の中にまあ、いろんな記憶があるまあ、その記憶はモデルっていうふうに言うこともできますけど例えば自分の体だったらまあ、肘と肩がこういうふうに動けばこういう 軌道が実現されるであるとか、まあ、ここにこのぐらいの位置に手を伸ばすには、こういった運動指令を出せばいいまあ。そういったことが全部あの記憶として、あるいはモデルとして小脳に蓄えられているんですね。で、まあ、これは日常的な例でいうと、例えば自動車を運転できるようになること、あるいは自転車に乗れるようになることだったり、まあ、あるいは箸だったり、ハサミを使えるまあ、自然と日常で使っていると思うんですけど。 まあそういいったた時に私たちはほとんど意識してないですよねでも最初のうちはおそらくうまく使えていなかったはずなんですね。繰り返し繰り返し練習することによってまあ無意識にできるようになっている、まあ、そういったものがまあ内部モデルですで。分かりやすい例としてちょっと自動車の運転の例に挙げたいと思うんですけど、まあ、例えばまあ教習所とかに行って。 自動車を最初初めて運転する時はあ例えばハンドルってこれぐらいの感じなんだとか、まあ、これくらい回転させると車がこれくらい前輪がの角度が変わって曲がるんだであるとかあるいはアクセルをこれくらい踏むとこれぐらいの速度が出るのかとか、まあ、ブレーキだったりとか、まあ、そういったことを最初はかなり意識的にやっていくわけですよね。まあ、スイッチ類の類も、まあ、最初のうちはあこれはどこにあってとか。 これをこれくらい押すとこういう変化してっていうことを一つ一つ意識的に学んでいくわけですね。で、まあ、しかも最初はそれぞれのものがこう独立しているハンドルだったらハンドル、まあ、ペダルだったり、まあ、レバーだったりっていうことがかなり意識的に独立している。でも何度も何度もその車を運転することに慣れていくと、まあ、自然と。 いいろんな動作が連携されていくわけですね。だんだん無意識になっていくで少しあのいろんなことを気にかけけるる余裕も出てくるわけですねで。さらにそれが進んでいくと何も考えずに車を運転することができるでそして、まあ、例えばあの他に乗っている人と話をしたりとか、まあ、周囲にどんなことがあるかっていうのも、まあ、最初のうちよりたくさんあの他にも注意を向けても自然と運転できるようになってくるわけですよね。 でこの時の変化っていうのも実際に、まあ、脳の中でどういうことがあの起こってるかっていうのもあのたくさんのエビデンスが出ていて実際に最初のうち、まあ、ハンドルがこうでとかアクセルどれくらい踏むと速度がこれくらい出てっていうのを学んでいるようなすごく意識的な状態では、まあ、まさに前頭前野だったりとか、まあ、頭頂葉だったりすごく大脳のこのかなり意識的な領域がかなり活発にあの発火している、まあ、活動しているんですね。 でだんだん慣れてくると前頭前野の活動はどんどん弱くなっていって、まあ、頭頂葉のあたりに、まあ、その短期的な運動の記憶ができてくる、まあ、短期的というよりも少し中期的な記憶ができてくるんですね。でさらに時間を重ねて、まあ、練習したり、まあ、例えば今の話で言えば車に乗っていくとそういった大脳の方の活動はほとんど見えなくなって最終的にまあ小脳にその記憶いう その内部モデルっていうことでいうと小脳にに集中的に運動の記憶がでできてくるんですね、まあ、最初のうちの意識的なところっていうのは短期間で覚えて、まあ、ただし短期間で忘れてしまうようなことでだんだん中期的な時間をかけて覚えて、まあ、比較的安定した記憶になるそして最終的に小脳にまで蓄えられた、まあ、その内部モデルが形成された状態になると、まあ、かなりあの時間が経っても 獲得したた体でで覚えたこといいううのを自然ににきるよなな状態になっているんですね。でまあ小脳まであのその記憶がいっていれば無意識に何も考えずにかなり運転することができるでもし何か変化だったり異常があった時にだけそれに気付いて意識的に制御すればいいっていう状態になっていくわけですね。なので例えばあのかなり昔に楽器を まあ例えばあの練習してできるようになったであるとかスポーツで何かラケットとか何らかの道具まあバットだったりとかボールだったりとかを使って行うようなうんまあそういったスポーツでかなり時間が空いて久しぶりにそういったそのスポーツをしても自然とそのスポーツをすることができるあるいは車や自転車っていうものもまあ例えば自転車であってもかなり 10年とか乗っていなかったとしても、まあいきなり乗れる。それはすべて小脳にすごく安定的な内部モデルが形成されているからなんですね。まあこれはあの多くの場合体で覚えるって呼ばれているような現象っていうのは、まあそういった小脳の内部モデル形成に関わってくるんじゃないかなというふうにあの考えられます。で、まあ、コーチングでいうと、まあこの内部モデルあるいは小脳が関わってくるようなところっていうのは。 まああくまで仮説ですけども、まあ無意識の行動、ハビットって呼ばれているところに関わってくるんじゃないかなというふうに思います。まあアティチュードとハビットっていうのがだいたいセットにして語られて、アティチュードっていうのは例えば、うん、まあどっちが好きとか嫌いな食べ物とか好きな食べ物とか、まあどんなことに積極的に向かってどんなことを回避しよう,う、結構あの好き嫌いっていうような情動 に関わるようななところなんですけど、まあ、ハビット無意識の行動と呼ばれる方は、まあ、例えば習慣だったりとかうーん、まあ、癖だったりとか、まあ、無意識にできる運動全てですね。例えば歯磨きとかあるいは靴ひもを結ぶ時に靴のひもの結び方も意識していない、まあ、日常のいろんなことがかなり自動化されてるわけですね。でここまでいってるっていうのはだいたい性脳レベル。 の話なわけですあるいはお箸を使えるっていうのも、まあ、子どもの頃は使えなかったものが繰り返し繰り返し練習することによって、まあ、自然とできるように使えるようになっているでそういった無意識の行動「ハビットっていうことでいうとそれ、まあ、形成されるまではもう長い時間をかけてあの蓄積した記憶に基づいてそういった内部モデルが形成されているわけですけれども。 まあ何らかのゴールを設定して新しいハビットを獲得する必要があるっていうふうなことになった場合はやはりあの自動車を運転できるようにしたり自転車に乗れるようになったりするのと同じで、まあ、少しあの無意識化されるまで意識的にやっていく必要があるでさらに無意識化されてかなり自動的にできるようになっても繰り返し繰り返しやることによってしっかり長期的な内部モデルになっていく。 ということが、まあ、頭の片隅にあった上であの日常のいろんな自分の動作だったりあるいはこれからあの獲得していきたい無意識の行動とか習慣とかっていうことを考えてみると、まあ、いろんな別の見え方がしてくるのかなというふうに思います。